ゲロゲロ。ゲロゲロ。我が恨み、晴らしてやる。ゲロゲロ。ゲロゲロ。アルタゴまではまだしばらくかかるな。いやあ、このまま順調にいっても10日はかかるだろうな。うおお、なんだ、岩礁にぶつかったのか。まさかな。ギラなんだこりゃ。アトラス洋にはモンスターがいるって聞いたことがあるが、こんなやつだなんて。ギラ、こちら武装商船だ。化け物を倒してやる。総員配置につけ。砲座展開、砲弾装填、射撃要員。よしよし、攻撃開始。ギラ、砲弾を弾き返した。ギルギル。ヒルムナ、狙いを定め、一箇所に集中射撃だ。撃て。ギラ、バカな、全く効かないぞ。撃て、撃ち続けろ。撃てねえこと。ゲラゲラ。口から何かを吐き出した。毒液か。気をつけろ、毒液だ。ナブード、いけ。ゲラゲラ。危ない、毒液だ。どういうことだ。化け物ガエルからさらにカエルが。スーメじゃ、かかれ。ダメだ、こっちへ行け。くたばれ、このカエルめ。やつはどこだ。やつ、赤毛の剣士だ。ギャラ、赤毛の剣士はどこだ。ギャラ、船が真っ二つ。いない、どこだ。赤毛の剣士、必ず見つけてやる。必ず見つけ出して、我が恨み晴らしてみせる。ゲロゲロ。今日もいい天気だな。この調子で行けば、あさっての今頃はエディスの港じゃ。テラが寂しがりますね。アドルと別れたくないって。いっそのことくっついちゃえばいいのに。アドルが仲間になってくれたら心強いし。そう簡単にはいかねえだろうよ。え、どうしてですか、ラドク船長。海賊の勘ってやつよ。第一、アドルの気持ちがどうだか。アドルとテラ、お似合いだと思うけどな。そういや、テラはどうしたんじゃ。さっきから姿が見えないが。あれ、いつも吹けるんだけどな、おかしいな。カマラ。おお、テラ、なんだよ、掃除手伝いに来てくれたのか。誰が。それより教えてほしいことがあるんだけど。ん、なんだよ。あのね、男がかかる不治の病って知ってる。はあ、男がかかる不治の病。し、声が大きいってば。バカ、人殺す気かよ。あ、ごめん。で、知ってる？男がかかる不治の病って言ったら、あっちの病気じゃねえの。あっちって？下半身系っていうか。下半身？ええ、やばい女が相手だと、そりゃもう大変なことになるらしいぜ。治ったと思っても治ってなくて、最悪役に立たなくなるって聞いたこと。何
何すんだよ。あんたに聞いたあたいがバカだったよ。なんだ。男がかかる不治の病？うん、ニースなら知ってると思って。ああ、頼りにしてもらって嬉しいけど、私もあんまり知らないよ。知ってることは知ってるんでしょ。どんな病気なの。私が知ってるのは異国の死病。異国の死病？うん、異国に行った人だけがかかるからそう呼ばれてるの。詳しいことは私も知らないんだけど、その病にかかった人はある日突然血を吐いて、その後高熱が出て、それから顔にブツブツができて、苦しんだ末に死んでいくんだって。怖ぁ。なんでそんなことに。それがわからないから不治の病なのよ。あ、そっか。おそらく異国にしかない食べ物を食べたとか、虫に刺されたのが原因じゃないかって言われてる。多分体に合わないんだろうって。アドルも異国を旅してばっかだから、もしかして。やだよね。血吐いて、熱が出て、顔にブツブツができて、苦しみながら死んでいくなんて。そんなのやだ。あ、ちょっとデラ。あ、ついでに味見してもらおうと思ってたのに。何この味。もしかして砂糖と塩間違えた。もうデラが話しかけたりするから。なんじゃと。男がかかる不治の病じゃと。うん、ニースとカマラに聞いたけどよくわからなくて。グエンなら何か知ってるだろ。そうさな。わしの親父がそうじゃった。一生治らなかったよ。どんな病気なの。可愛い女子を見ると追いかけずにはいられないんじゃ。女子。ああ、お袋も呆れておったわ。何しろ結婚式が済んだと思ったら、もう浮気の虫がうずき出したっちゅう話じゃからの。ああ。浮気は一生治らない病よ。絶望。え？今なんて？もう一回言ってもらえるかな、ジェド。絶望。絶望？絶望とは、人間の精神のみがかかる死に至る病。ああ。もう、どいつもこいつも適当なこと言いやがって。一体不治の病って何なのよ。テラ！ミハイル、なんでキャビンなんかに。テラこそどうして。あたいはちょっと物を取りに。あ、昨日の尻尾。絶対誰にも言わないでよね、昨日のこと。もし言ったらぶっ殺す。ババ、わかったよ。でも。でも何。似合ってた。え、可愛かったよ、ミハイル。テラ、あの俺…もう褒めたってあたいの気持ちは変わらないんだからね。そんなこと分かってるよ、テラ。ガッシュはどこに行ったんだろう。おい、アドル、ラドックの旦那が呼んでるぞ。ラドック船長が。ああ、今すぐ来てくれって。分かった。なんだろう、今すぐ来てくれなんて。アドルです。入ってくれ。何か僕に用ですか。テラがお前のこと嗅ぎ回ってる。え、不治の病じゃないかってな。え、もしかして。お察しの通り、生涯治る見込みのない病気さ。テラのやつ、僕とドギが話してるのを聞いてたのか。ラドック船長、実は病気というのは。言わなくても大体の察しはついてるよ。え、これでも昔はお前さんみたいな生き方に憧れたこともあったしな。え、そうなんですか。だったらどうして。あ、すみません、立ち入ったこと聞いて。まあ、人生いろいろってやつだ。海賊家業も嫌いじゃないんでね。今はこの生き方を選んでよかったと思ってる。ラドック船長。ただ、
テラにはちっとばかし刺激の強い話だったみたいでな。すみません。謝らなくてもいいさ。でもいずれあいつにちゃんとお前さんの口から本当のことを言ってやってほしいんだ。そうすりゃあいつも納得するからよ。はい。すまないな、妙なこと頼んじまって。いえ。なんだよ。親子っていいなと思って。おい、赤眼のラドックと恐れられたこの俺様をからかおうってのが調子に乗るなよ、若造。はいはい。お頭、どうした赤マナ。すぐ来てください、大変なんです。ひでえな、誰がこんな。待ってて、今助けるから。ニース、怪我人の手当ては。こっちも準備できたわ、いつでも手当てできるわよ。こっちです。親父、アドル。ひどい、一体誰の仕業だ。あ、あそこにも漂流艇が。どこ。あ、本当だ。ジェド、船を漂流艇に寄せてくれ。了解。よし、漂流艇を引き上げるぞ。見張りは周辺の監視を引き続き行え。まだ漂流者がいるかもしれんぞ。手当てが終わった方はこちらへどうぞ。スープがありますので。本当に助けていただいてありがとうございました。礼には及ばん、遭難者は助けるのが海の掟だ。ええ、本当に助かりました。もうダメかと思っていたので。ったく人殺す気か。それにしても襲ったのは一体何者だ。嵐にあったとは思われぬ。残骸から察するに海星モンスターの仕業かの。いや、あれはまるでアルタゴの巨獣だ。アルタゴの巨獣？聞いたことがある。アルタゴには昔からとんでもなくでかい巨獣がうろついてるって。その巨獣じゃないかって。しかし本当に巨獣かどうか確証はありません。ただあんな得体の知れないもの見たことがなくて。海のモンスターとは違うの？違う、もっとこうグロテスクで、口から気味の悪い生き物を吐いて。口から生き物を吐く。ああ、まるで巨大カエルみたいな形だったが。また巨大カエルかよ。もうカエルはいいよな、アドル。ロムンとアルタゴの紛争が終わって、やっとアルタゴに渡れると思った矢先だったのに、全くついてない。まあ狭い船だが、エリスの港に着くまで我慢してくれ。本当に何から何まで感謝しています。巨大カエルか。どうしたのアドル、さっきからなんか考え事？あ、またどっか具合悪いんだろう。ダメだよ無茶したら。いや、なんでもないよ。本当に？あ、大丈夫だよ。大丈夫って言うけど、アドル顔色悪い。やっぱり病気なんだ。富士の病って本当なんだ。ギロー。見つけてぞ、赤毛の剣士。ゲロゲロ。